関高和、関高和、関高数、こうは、関英19年、1642年3月、法営5年10月24日、1708年12月5日は、日本の江戸時代の和参家、数学者である。本生は、藤原氏、旧生は、内山氏、通称は、新助。字は、古兵、自由帝と合した。少年は、 関英十二、1635年から二十年、1643年の間で諸説あり、はっきりしない。生誕地は、上野国藤岡、現在の群馬県藤岡市と江戸の二説ある。実父が関英十六年、1639年に藤岡から江戸に移っているので、少年がそれ以前ならば記事は藤岡、それ以後なら記事は江戸と推測される。 関の生涯については、あまり多くが伝わっていない。養子の関新七郎久行が、重追放になり、家が断絶したことが、理由の一つである。若くして、関屋の養子となり、また、吉田光義の人工期を独学し、さらに高度な数学を学ぶ。海の国甲府藩、山梨県甲府市の徳川綱重、綱豊、徳川家信に仕え、勘定吟味役となる。 砂豊が六大将軍となると直参として江戸詰めとなり、西の丸を南独組頭に任じられた。高数は、甲府藩における国江図、海の国江図の作成に関わり、また樹寺歴を深く研究して、海歴の機会を伺っていたが、その後、渋川春海に上京歴が作られ、歴学において功績を上げることは叶なわなかった。席は和さんが中国の模倣を越えて、 独自の発展を始めるにあたって重要な役割を果たした。特に、早期元時代に大きく発展した天元術を深く研究し、根本的な改良を加えた。遠方2年、1674年に発尾三法を表し、天残術すなわち筆算による大数の計算法を発明して和算が高等数学として発展するための基礎を作った。 世界で最も早い時期に行列式、集結式の概念を提案したことはよく知られる。また、小読みの作成にあたって、円周率の金字値が必要になったため、1681年頃に、正13万1072角形を使って、小数第11位まで算出した。席が最終的に採用した金字値は、3 1 4一五九二六五三五九尾弱だったが、 エえト県のデルタ事情加速法を用いた途中、計算では、小数点以下第16位まで正確に求めている。これは、世界的に見ても、数値的加速法の最も早い適用例の一つで、ある、ようでエえト県のデルタ事情加速法が、再発見されたのは1876年、H、フォン、ナガルスバックによってである。ヤコブ・ベルルイとは独立かつやや早くに、 ベルヌーイ数を発見していたことも知られている。西洋の微分積文学の発展とは独立に方程式の9年の際に同関数に相当するものを計算したり、球長、球積に関する業績を挙げている。これをもってアイザック・ニュートンやゴットフリート・ライプニッツよりも前に微分積文学を創始したとするのは誤りで、積が微分法と積分法を結びつけた、言い換えれば、 微分析文学の基本体を発見した事実はなく、これは妥当な評価ではない。宝永5年10月24日、1708年12月5日、病に倒れて死去した。牛米弁天町、現在の東京都新宿区の清林寺に葬られている。弟子に、竹部片広や荒木村英がいる。関の死後もその学等、関流は目覚ましく発展し、 山地主従にいたり免許制度などを整え和山の圧倒的な中心勢力になる。有力な和山家はほとんどが石流に属するようになっていった。関高数は石流の子祖として三成とあがめられた。明治以後和山が西洋数学にとって変わられた後も日本数学史上最高の英雄的人物とされた。高下カルタでも和山の大家。 石高数と謳われている。石の最大の業績は、天元術を革新して、防処法、天残術を確立したことである。これは、記号法の改良と理論の前進の双方を含み、後に、和算で高度な数学が展開するための基礎を提供した。天元術は中国で発達した大数的、解放である。求める数を未知数。 天元の位置と呼ぶとし、演算を施して方程式を立てる。問題を一元方程式に帰着できれば、次数に関かかわらず、三儀によるホーナー法で、近似的に解けた。しかし秋代に入ると、中国では、天元術は衰え、もっぱら、李氏朝鮮で継承されていく。朝鮮での発展や日本への流入の過程は、今日でも不明な点が多い。日本では17世紀に入ってから、 主に、低藩の和算家の橋本整数、沢口和之らによって、熱心に研究された。沢口の古今三宝記、漢文十年、1670年は、天元術の学習が、ほぼ完了したことを示している。天元術には多変数の工事方程式を扱えない、欠点があった。これは未知数を記号ではなく三義を置く場所で、表現しているからで、 例えばの配置は1変数の多項式フォーミュラ1、または多変数の一次式フォーミュラ2のいずれかを表す。従って2個目以降の未知数を文章による議論で、消去してから、天言術を用いねばならなかった。古今散歩期間末の15問の未解決問題、以外は、まさに多変数の方程式を必要とした。席は、発尾散歩、遠方2年。 1674年でそれらすべての解を与えている。それは某処法、すなわち三義による数ではなく紙の上の文字によって三式を論じる代数筆算を用い、二個目以降の未知数を文字で表して多変数の方程式を表現し、それを点算術で処理して求めた。ただし、発微三法には変数を消去した後の一元方程式が書かれているだけで、 それぞらも詳細をはしょった回答もあった。その背景にある、某処方は、一切表に現れていない。加えて、初期の番では、若干の誤りがあったため、正当性に疑いを持つ者も,も現れた。例えば、佐治一平は十五の回答のうち十二が誤りだと、主張した。実際には、佐治の指摘のほとんどは的外れだった。また、佐治の死にあたる田中ゆ馬は、三方明快。 遠方7年、1679年で、別の回答を関とは独立に発明した天山術、某処法を用いて与えた。これに対して、竹部片弘が、初尾山、法円団限界、上京2年、1685年で天山術と、それを用いた解法の詳細を公開し、合わせて、若干の誤りを、場合によっては中期せずに訂正している。さらに、 外部世代の方、天羅三年、1683年では、集結式を用いた、消去の一般的な理論を示し、加えて、集結式を表現するために行列式に相当する、ものを導入した。ただし、式は三時四時の行列式は、正しい表示を与えているが、五時については、符号の誤りがあり、常に例になってしまう。これが単純な動きの類いであるか否かは不明である。 やや後の1710年以前に完成した大成三景、竹部建明、竹部片広との協調で、第一列についてのあまり因子展開を、一般の行列について、正しく与えている。類似の結果は、田中の山岳分解、1690年や、大阪の遺跡地時による三方発起、元六三年、1690年にも見られる。 海部世代の方も、大制三系も交換されていないので、これらの研究は独自になされたと思われる。石と京阪の和参加との交流には、不明な点が多い。また、大制三系の存在にもかかわらず、後の石流の有力な和参加たちが、海部世代の方を訂正して正しい展開式を得る、研究を続けていて、この理由も今のところ不明である。 なお、ゴットフリート・ライプニッツが行列式を導入したのは、紀と同じ1683年頃だが、海部世代の方に比較して、一般性に劣る。一般の行列式の公式や集結式の理論が発見されるのは18世紀の中頃だった。先だって、ヨウ・アキラ、中国、1238年から1298年は、紹介級小算術で、 ジェロラモカルダーノは、偉大なる術、アースマグナデリーバスアルジブレイシス、1580年、で、数字係数の二元一時連立方程式の解を、行列式と同様の計算式で与えている。この一連の研究により、数学の問題は、多元の代数方程式に、表現できれば、原理的には、解けることになった。また、中国数学以来の伝統で、の問題は、 ピタゴラスの定理などを用い機械的に台数に落として処理していたので、これで実に後半な問題が原理的には解けるようになった。ただしこの解放を実際に実行するのは多くの場合、計算量が膨大で現実的ではない。そのため、発備三法でも方程式のみを求めていて数値解の計算には進まなかった。ある問題は最終的に得られる。 方程式の次数が1458人にもなってしまい、方程式を具体的に書き下すことすらできなかった。しかし以後、連立工事方程式に帰着される問題は、和算の中心的課題ではなくなった。また数値解析で数値解を求めるには、実数値の定性的な性質、存在範囲、重根、個数を解明し、効率的なアルゴリズムを確立しなければならない。 関は、ホーナー法の収束を改善するため、ある制度から先は、工事の項を省略する、ニュートン法と同値の方法を提案した。また、重根の存在条件を示した。これは、元の方程式と、その動多公式が共通解を持つための条件に他ならず、先の消去の理論の応用である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。